私のためにしてくれてるから、まあ、自分のためでもあると思うんだけど、すごく嬉しい気持ちになります。トニー・モリスさん、デザートみたいなやつありがとうございます。なのですごく嬉しいなという気持ち。目がとっても魅力的。お金を出すだけじゃなくて、まず遠征する人がいる。どういうこと？遠征？どういうこと？ちょっと酔う、ごめんね。ごめんね。あ、やばい、花粉が。今日行けなかったので、ね、今日の服、今日の服はキャパシティでした。衣装、今のはね、私服なんだ。あ、でも私服でグループトークはしたんですけど、ほら、かわいいでしょ。今日の服はかわいいの。初めて来たかも、これ下ファンの人がねくれたんですよ。10日誕生日だった、おめでとう。初お披露目。キュンです、キュンです。最近エアポッツのケースを買いました。なくしちゃうから首にかけてる。うん、かわいいでしょ。そう、かわいいお洋服をいただきましたので。スカートがめっちゃ可愛いの。首からかけてる。上下セット、うん、上はもともと持ってるやつにこの下のスカートを合わせてって感じです。とっても、え、マジか。あ、いったいったいった、引っかかった。死ぬかと思った、死んだと思った。買った人センスいい、わかる、かわいい。死なないで生きてます。死なないで、死なないよ、大丈夫かいな、大丈夫、生きてます。なんとかなんとか生きています。鼻かゆい、鼻水も目も花粉がやばいんですよね。今年の花粉が、ああ、花粉症の人いる？やばくない？花粉症なんですよ。
てか久しぶりにショールームやった気がする。毎日スペースやってるんですけど、最近スペースはやってるけどショールームはやってないから久しぶり。両耳かき 3年ぶりは嘘あ、嘘だショールームやったわ。朝のショールームしたわ、忘れてた。やりましたね、そんなのもそんなのもやった、忘れてた。竹中さんとは若い、若い者にも別に喧嘩してない。やばい、ここやばい、ここ事務所やばいわ。さっきまで大丈夫だったんだけど、くしゃみが、お水ない、薬飲みます。薬がない。噂してる？噂常にされてそう、自分やばくない？みたいな愛の行動やばくない？それな、薬飲んだネガティブじゃないしね、死んだ。最近なんか黒の服ばっか着てる気がする。自分日によるんですよね、気分が。今日のメンバーで誰が可愛かった？死ぬんやろ、みんな一緒よ。寒くなってきた。お昼は暑かった、わかる。すごくわかるよ、その気持ち。ヘアスタイルいい？今日はストレート、いつもストレート、大体ストレート。大体ストレートです。20度超え、やば。そうだから朝はなんかあれモフモフのね、この上着を着てたんですけど、暑っと思って、でも絶対夜寒くなるからいいやと思って、ずっとさ会場にいるから別に外出ないし、季節感合ってなくても別にいいやと思って。言うこともストレート嘘、
みんな元気かい？元気ですか？痩せたの？愛理死ぬでも今頑張ってます。痩せました。ちなみにまだ頑張ります。元気です。元気です。元気だよ。元気です。よかった。元気は元気が一番なんで。みんなコロナ2回になった女がいますが、ここどこ、ここでかどうこう、極楽浄土神様どうもです。元気だけど最近春だからやったら眠い。え、春だから眠いみたいなことあるんですか？そんなことがあるんでしょうか？アリちゃんの帽子最近買った？うん、これ結構前から持ってるやつ。みんな健康に生きるんですよ。6月誕生日だからよってもらうためにはプリココロって。自分は年中眠いです。あ、眠いは嘘かも。眠いときは眠いけど寝れないんだよな。うん、寝れなくて困ってる寝れなくて困ってます。水野もだいぶ。暖かくて眠くなる。あ、そういうこと。平和でいいですね。なんか日向ぼっこみたいな日向ぼっこ。あ、ツイッターで出そう。配信中です。LINE が来た。え、嘘でしょ。嘘でしょ。マジかよ。マジ？うわ、いろいろありまして言えない内容です。はい、シンプルに仕事だと、仕事がないと思っていろいろ予定を立てていたのに仕事が入ってしまったっていうだけです仕事っていうんだろうか、レッスン的な っていうだけです。個人的にショックニュースでした。いいことではないな。いいこと、うん、いいことではない。なんかそういうみんなに見せる仕事系ではないから。暇なの、アイリン。そう、マサキって人なんなん？違う、マサキ。マササだった。マササ。マササさっきから何？ああ、マジか。
定休とかないからさ、こうなんか予約系できないんだよね、何にも。急に明日の仕事みたいな入ったりするから、前々から計画ができないっていう。シフト制になんないかな。花粉症しかもさ、別に暇だからさ、愛理常に暇だから、そのじゃあ暇の時にやろうよってなる。美容院も予約しちゃうから髪切る。そうなんだよ、マジで。それで美容院のね、予約が取れないので、なんかさ、ちょっと人気の美容室とかだとさ、もう1ヶ月待ちとかなんですよ。でなんかもう予約取れなくて、あーどうしようってなって。でもさ、結局なんか美容院によってもさ、なんか染めるのが上手なとこと、カットが上手なとこととか、なんかいろいろさあるじゃん、ここはこれが上手みたいな。そうだからさ、なんか無理なんですよね、予定が立てれなくて。この間ね、やっと予約が取れたんですよ。でこの日にお願いしますって言ってたんだけど、あのコロナになっちゃって、自分がすいません迷惑かけないのでみたいな感じであれにしたんだけどさ、行けなくてあのどんどん伸びて、今進化してる、どんどん髪の毛がどんどん伸びてる。そうネイルもね、そうなんです。そうあ内容によって受けなきゃいけない。そうなんだよね、だから行けなくて。でさ、なんかこういうコンサートとかがさ、でプリマのお仕事もあるし、なんだろう、いろいろこう大事なイベントとかが決まってるとさ、やっぱちゃんとしたいじゃん。例えば MV 撮影だったりとか。だからさ、美容院は行きたいんだけど行けないんだよね。好きが急にまとまっている。それマジで、それ本当にそれ。ね、本当に暇な時暇なのにね、急に忙しくなるんよ、好き。ガチで、うん、今まで逆になんでこんな暇だったのにこんな忙しいみたいな。なるんよね、本当に。マジでそうなんですよ。浜松っていつ言われた？浜松はめっちゃ前に言われました。逆に珍しいぐらい。めっちゃ前って言っても1ヶ月前とかだけど、お知らせしてくれることあるんだみたいなってなった。でちなみに北海道は発表される2日前に知った。うん。てか知らない情報とかも全然ある。なんかみんなと同じタイミングで知るみたいな、ファンの人と同じタイミングで知る時もある。なんならえ知らなかったみたいな、なんかツイッターとかそういうなんか発表、公式サイトとかに発表されて、えこれ自分出るのみたいな知る時もあるし、ラジオとか多いかも。結構ギフちゃんとかもなんかお便り募集してるじゃん。でお便り募集してて、えなんでえお便り募集してんじゃんみたいな、え私出るんだってなって、数日後に仕事の連絡が来るっていう。
あるあるなんですよね。そう、急に入る。だからマジで予定立てれなくて、遊びとかなんてもうできない。そうだからさ、なんか結局さ、ファンの人の方が推しの情報って詳しかったりするじゃん。だから結局自分が把握してるよりもファンの人の方が把握してるから、なんか聞いた方が早い、みんなに私って何日なんか出るっけみたいな聞いた方が多分みんなの方が分かる本当にでももうこれ何年もこれだからもうね、しょうがないんだよ。そう、まあでもさ、逆になかったお仕事が来ていい場合もあるじゃないですか。あ、このイベントに出れるんだみたいな。だからありがたい話でもあるけど、そういうなんか、まあ、もうちょっと早く言えるよねみたいなことはあるけど、お仕事断ったこと、お仕事断るとかいう選択肢がまだないんですけど、あの断れなくないで断るようなお仕事別にないからあれだけど、なんで断ったとって出されるもんは出されるうん、結局これで抑えられて、結局え、でもなんかそのスケジュール1ヶ月の一応なんかスケジュールみたいなものはもらえるんですけど、あのほぼほぼ仮みたいな、仮です、仮で入る可能性がありますみたいなスケジュールがバンって来て、結局気づいたら、そういえば仮入ってたけど休みだなみたいなんですけど、全然あるし、基本仮はなくなるね。でもその日一応なんかプライベートで遊ぶ約束とかは立てれないから、 NG なしとかじゃなくてさ、なんか別になんだろう、 NG ありとかなしとかよくわかんない、なんかその仕事によるくらい普通に。歌うまとか NG とかじゃなくて、別に強制じゃないからやりたい、選挙とかもそうじゃん、あの強制か強制じゃないかってあれじゃない、でそれで拒否するのは別に NG では何でもないじゃん、確定で来る仕事に対して NG を出してるわけじゃないから。あ、お疲れ様です、めっちゃショールームしてます。あ、了解です。そう、それはある。そうなんですよね、でもいろいろあるんですけど、マネージャーさんがマネージャーさんが来ました。でも嫌なものは嫌だからね、結局仕事もさ一生残るわけじゃん。 SNS とかもそうだけどさ、もう載せてしまったものはみたいなとこあるからあれだけど、あれはでもさ、いやそうなんですよ、めっちゃ、あ、めっちゃショールームしてます、ごめんなさい。はい、なんで、あ、わかりました、すいません。
サラリーマンは基本的に。でもさ、なんか休みはさ、でも分かるでしょ、この日休みありますみたいな。それね、例えば1ヶ月のうちにこの日絶対休みができますみたいなのがあったらさ、いいんだけどね、ないんでね。だからめっちゃ、じゃあ仕事が何連休もありましたってなっても、あ、じゃあこの日に旅行行けばよかったとかも思うことあるんですよ。例えばこの日めっちゃ普通にどこどこ行けばよかったとか、気づいたらこんなに休みだみたいになって、めっちゃ無駄にしたなって時もあるし、そう、今のマネージャーさんとの会話、仕事モードでかっこよかった、死ぬ、おもろ。逆に旅行中に仕事来たらどうなる。でもさすがに、当日に仕事が入ることはないから、前日会って、前日だからいろいろ、じゃあ宿を手配してて、明日泊まりますみたいな、明日旅行で泊まりますってなって、その予約取った日に亡くなる、あの仕事が入りましたみたいになって、なったらもうキャンセルするしかないんですよ。うん、すごいじゃん、一気にこんばんはって増える。そう、キャンセル料かかっても、だからそれこそ、あの、じゃあ他の、なんだろう、アーティストさんのライブとかも行けないかったりするよね。行けるか行けないかも分かんない。だからみんなと同じ立場になったとしたら、行きたいライブがあっても行けるか分からないから、チケット取れないみたいな。そう、だいたいさ、チケットとかってさ、結構前からさ取るじゃん。でも前日まで分かんないからチケット取れないの。そう、そうなんですよね。そう、そう、当日券しかない。そう、取れてもね、試験になっちゃうから、だから行く、あんまり行かないですけどね。取って空席にしちゃうと相手にはね。でもさ、熱狂的なファンってさ、空席にしたくないから自分がめちゃめちゃ買うみたいなことない？人いない？たまに。あ、それが俗に言う転売ヤーってやつになるかな。え、でも転売ヤーの目的とさ、それは違うよね、また。誰のライブ行きたい、ライブ行きたいじゃなくて、みんなのと立場を一緒になって考えたらそうなるよねっていう。転売ヤーここ5年で消えていってる。え、わかる。なんかさ、 SKE の転売ヤー消えましたよね、だいぶ。なんかいなくない？めっちゃキモい笑い方しちゃった今。いるけど、あのちっちゃい箱のライブとかになるといない？あのフェスとか、あのゼップとか、そういう規模になったらたまにいるけど、あの
あんまいなくなった昔より。 SKE 単独ライブ別にそんなにいなくなった気がする。転売屋っていうの分かんない。マサイ、マサイ族マサイ族なんていうんだあれ、なんて言うんでしたっけ。ちょ、名指しは良くないんでやめてあげて名指しは。あ、転売屋か。なんかいなくなった印象はあるけど。時代は変わるというか、なんというか。水がなくなりましたちっちゃい、ちっちゃいからすぐなくなった、ね、なんかいなくなっちゃった。違う、高い場に行ったのかな。でも目標に声の取って出し出してる人いる。え、別にいいんじゃない、それは。ダメ、そんなこと言ったらメルカリだって一緒じゃん。転売は別にいいと思うけど、なんか高額転売が良くないよねって話はなくて、転売、転売を定価ならいいんじゃね。来れない人がさ、例えば自分が行きたかったけど来れなくなったから空席になるぐらいだったらあげる方がいいと思うんだけど、それってダメなのかな。ね、そうだから転売屋が高額転売するのが良くないだけであって、別に高額転売しなくて定価で譲るんだったらいいと思うけどね。来れる人が来た方がいいし って思います。でもなんかね、あれ、年賀じゃないわ、なんて言うんだっけ、身分確認が厳しいのかな。土地出しし、オークションに出していけないルールなんてあるの。いや、大丈夫だと思うけど、別に生地震ぐらい。あ、でもなんかサイン、さ、明らかに全部手、何、そういうところサイトで売ってる人いるじゃん。なんかさ、何でも売る人、そのグッズもそうだし、で例えば1名様にしか当たらないようなさ、まあ、何名にかにしか当たらないような全員のサイン入りの何かとかをさ、とかも必ず売る人いるよ。7D2 の T シャツとかも売られてたんだけどさ、くじの特別公演 の、 T シャツ、サイン入りの T シャツとか、だからなんでそういう人に当たっちゃうんだろうって思ってね、すごく悲しくなる。だってさ、 7D2 推し、あれってさ、 7D2 のさ、くじを引かないとゲットできなくて、で 7D2 全員のサインがあるってことはさ、もうさ、ファンしかさ、やらないのにさ、売ってるってことはさ、
もともとさ転売目的じゃん。でしかもそれが出たすぐ出てたの。だから別にお多卒したから出してるわけでもないっぽいんだよ。それはなんかどうなのかなって思った。悲しい。なんか普通に欲しい人に当たってほしいなって思う。なんかめっちゃ安かったのよ逆に。だからもっと高値で売れよって逆に思ってた。そう逆にね、もう逆にもっと高く売ってくんねって思った。なんかちょっとリアルな金額だった気がする。25,000円とかだった気がする。全員のサインが入って、もうちょっと高く売ってくんねって思った。そしたらなんかまあ別にいいかなとか。でもそういう人に全部入るんでしょ。考えたらちょっと嫌かもしれない。25,000円高くねえと。でも全員のサインが入ってんだよ1名ぐらいの確率のやつ。高いけどね。でもさ本当に欲しい人からしたらさ、ちょっと手届く値段じゃん。マジでちょっと手届かない値段にしてちょっと欲しかった逆に。で買えないようにして欲しかったな。誰も買わない値段にして欲しかったの。みんなでサインして売らないんだよ自分で。売らんわ。その上にダイちゃんの撮ってあげてくれる。買わないよ。って思った。すごくなんか欲しい人に当たってほしいよねやっぱさ。出す愛のなんとかはどう思いますか。わかんない。なんだ欲しい。あ、解散の発表を聞いたんですけど、あれかな、そのことかな。でもさ、例えばさ確実にもらえるサインとさランダムとか抽選とかのサインってまた価値違うじゃんね。楽しい話題ないですか。死ぬ。野菜の活動休止よ。あ、活動休止なんだ。解散じゃなくて。あれ？活動休止なんですか。活休？解散だよね。あれも解散だと思ってた。ネットの情報しか知らないけど。でも自分が好きなさグループがさなくなっちゃうのって悲しいよね。あ、活休なんだ。あれ解散ねえ何どっち。2パターンいいんだけど、どっちよ。ケイが活動休止になったらどうする。どうもしないかな。どう
構できる問題じゃないじゃないですか。何できるかを考えるね、とりあえず。この休止期間に何をするかをとりあえず考える。